皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日のレッスンは起き上がりを防止するための練習方法をご紹介していきます。起き上がってしまうということはですね、目線が変わってしまうということです。バックスイングを上げてダウンスイング、インパクトからですね、このように目線を上に持っていってしまうと体っていうのは起き上がってしまいます。なので目線を意識して、起き上がりを今回は修正をしていきます。実際に打つボールの前をずっと見ているような意識を持ってスイングをしていくことで、この前傾角というのは保ちやすくなってきます。なのでですね、実際に打つボールよりも少し前ですね、少し前にこのようにボールをセットしてください。このラインを見ていくという意識を持って、ショットをしていきます。実際にボールを打ち終わった後もこの前のボールを見ていく意識で、フォローを出していきます。それではいきます。もちろんボールを打つまではここを見ていきます。ここのボールとボールの間に一直線のラインを意識して、このようにずっとボールを見ていく意識をしていくと前傾角というのはキープされます。またこの打ち終わった後ですね、フィニッシュに持っていくときにラインまでに目線は離れていきますが、この時もこの目のラインというのは前傾角に対して垂直になってくるように意識をしていきます。例えばパーンと打ってこのように起き上がりが早い人というのは、このように目線が景色がですね、まっすぐ見えてしまいます。このラインも目をこのラインで追っていきながら斜めにですね、この景色が見えるというのを意識してスイングをしていくと、この前傾角というのが非常にキープしやすくなってきますので、今回のレッスン参考にしていただいて起き上がりを防止してみてください。本日のレッスンは以上で終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。あなたのゴルフを格段に上達させる PGA 竹内プロの5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。ゴルフの全てを解説されたこのプログラムで飛距離アップ、スコアアップ、美しいスイングを手に入れろ。ライバルに一気に差をつけろ。